おはようございます。今日は私の方から冒頭の発言がございますので。あ、ございません。はい、ありません。それでは会見を始めたいと思います。幹事社の北海道新聞記者の方から質問させていただきます。先週の木曜日にですね、JAXA で宇宙飛行士の古川さんとの、宇宙との会見がありました。で、まあ、元気な姿を見せていただいたんですけども、その中では、月面探査への日本人の初の月面探査に向けてですね、2020年代後半に日本は実現を目指しておりますが、そこに向けた課題や期待などがありましたら一言お願いします。はい、今 ご紹介がありました通り、先週の14日に古川聡宇宙飛行士が長期滞在中の国際宇宙ステーションから記者会見を行ったというふうに承知をしております。記者会見においては古川さんの方からは、日本の実験と希望における細胞培養や宇宙での火災の安全性に関わる実験、そして学生向けの教育イベントなどを一つずつ確実に実施していきたいというご発言があったと聞いております。古川宇宙飛行士はもう2回目の長期滞在となると承知しておりますけれど、今回の長期滞在においても前回の経験を生かしながら十分に存分に力を発揮して素晴らしい成果を上げられることを私としても期待しているところです。以上です。はい、ありがとうございました。それでは各社様からお質問への挙手とチャンネルをお願いします。読売新聞の中田です。よろしくお願いします。はい、博士人材の活用について伺います。先週13日に未来の博士フェスを文科省主催で初めて開催しました。で、まあ、かなり多くの学生が訪れていて、かなり盛況だったと思います。で、大臣としては今回のフェスについてどのような手応えを感じていらっしゃるのでしょうか。また今回のフェスで行われたパネルディスカッションでは、博士課程の学生への経済的支援がかなり充実してきたという話だったんですけど、まだその政策が十分に学生に知られていないという話もありました。この点についてもどのように立ち上がっていくか教えていただけないでしょうか。はい、その13日ということで、まあ、私どもがちょうど内閣の改造の日でありましたので、当然のことながらというんでしょうか、私はそこへ伺うことはできなかったわけでありますけれど、科学技術あるいはいろんな分野でもそうですけれども、やっぱり人というのが大事なポイントだろうと思います。高い意欲を持った優秀で多様な博士の人材が研究者としてはもちろんのこと、それ以外のいろいろなさまざまな分野で活用できることが重要なことであると、そんなふうに考えます。文部科学省では近年、博士後期課程学生への経済的支援とキャリアパス整備の抜本的な拡充を進めており、学術界、産業界、観光庁、企業など多様なキャリアパスが実現しているということです。今回のようなイベントを通じて博士人材の活躍を可視化することで、社会全体の理解が高まり応援する取り組みが進むよう、文部科学省としても関係省庁とも連携して取り組みを強化してまいりますというところでありますが、今ご指摘がありましたように、その経済的支援、私自身こういう博士後期課程学生への経済的支援があるというのを今回こちらへ伺うまで知りませんでした。私が博士課程住んだ時もそういうのがあったらよかったんだけれど、知ってたらよかったんだけれどと言いましたら、その当時はなかったということでありますが、今ご指摘がありましたように、十分に周知されているかという点ではまだ不十分なところもあるんじゃないかと思います。こういうフェスもそうですし、いろんな場を通してですね、多くの方に博士に進もうと、後期課程に進もうと、そういうふうに思っていただけるような機会を作っていくことが大事だと思います。そしてそれは経済的支援ももちろん大事ですが、その研究者になるのも大変大事な道ですけど、それ以外の分野でも企業へのその就職も含めてですね、いろんな分野で活躍できるんだということを
知ってもらうということ、それが大事なことじゃないかなと思います。もうちょっと古い話になりますけど、私、OECD って国際機関にいたんですけど、修士で当たり前なんですね。学部卒は基本的に採用しない、修士以上というのが基本で、博士を持っている人も、まあ、当たり前のようにたくさんおられたわけですから、まあ、その別に国際機関だけがいい就職先であるとは思いませんですけど、そういうことを考えると、うん、博士、まあ、これをやっぱり取ることが、その国際機関で活躍するための一つの、まあ、大事なステップなんだというふうにも、まあ、思ってもらえるんじゃないかなと思いますし、まあ、別に国際機関だけである人はないんですけど、いろんな分野にその進めるんだと、あるいは博士を通して、まあ、資格を取るっていうのも大事ですけれども、私なんかやっぱり自分で博士課程行って感じたのは、いいトレーニングになったと思います。まあ、皆さん方記者の方ですから、記事文章を書くのはお得意だと思いますけど、実は私はすいません脱線しちゃって、作文が大嫌いでした。小学校の時から国語が嫌いで、作文が嫌いで点数低かったんですけど、まあ、修士課程の時ですけど、大学院って初めて論文を書かされました。学部の時は私がいたところは別に論文が不要だったんですね。論文はなかったんですね。ですから論文書く機会がなかったんですが、修士課程で初めて論文を書かざるを得なくなって、それで今まあ、若干の文章が書けるようになったわけなんですけど、まあ、そういうことを含めて文献を調べるだとか、そのトレーニングとしては大変その後々役に立つトレーニングにもなるというふうに、まあ、私自身は感じているところです。ごめんなさい、打足で長くなりました。はい、NHK の今村です。よろしくお願いします。はい、教育人材の確保についてお伺いします。来年度の愛妻要求において、教育人材の確保を目的とした方策の中で、教員が学生時代に借りた奨学金の、返済を支援する、スキームの構築を検討しているということを書かれているんですけれども、これについて大臣のお考えや現時点での検討状況について教えてください。はい、まあ、現在の教師不足の状況は、大量退職、大量採用によって若手教員が増加する中での産休、育休の増加等による臨時講師の需要増加に対して、採用数の拡大等により既卒受験者の多くが正規教員として採用されたということにより、臨時講師のなり手が減少しているという構造的な要因によるものと認識しております。まあ、しかしながらこのような状況を踏まえつつでありますが、教師の奨学金の返還の支援については、過去に返還免除が廃止された経緯、あるいは大学進学率の上昇等の状況、現在の教師不足に対する効果も考慮し、質の高い教師の確保に資するものとなるよう現在検討を進めているところでございます。はい、いいですか。はい、共同通信の渡辺と言います。はい、青山衆院副大臣について伺います。ご本人も、青山副大臣も本人も認めているところではあるんですけれども、関連団体や旧統一協会の関連団体への、まあ、挨拶なんですね。関連が、まあ、指摘されているところではあります。で、ご本人も担当は、まあ、教育スポーツであって、小教生には権利がないという旨、弊社の取材にもお答えいただいたところではあるんですけれども、まあ、旧統一教会の対応に影響がないという、まあ、ご発言をいただいているんですが、大臣に改めてそのあたり、宗教戦に影響がないということでよろしいのかというところを確認されると思います。はい、お尋ねにつきましては、副大臣政務官がそれぞれ自民党の調査に回答している通りと承知しております。いずれにせよ、私も含めまして、
現在及び今後において当該団体との関係を持たないということを引き続き徹底してまいるということで、ご懸念には当たらないのではないかと考えております。ございませんでしょうか。何までこれ会見終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。